こんにちは、宮部みゆきです。今回、Byeon Yeong-joo監督の手で私が1992年に刊行した Kasha という小説が素晴らしい映画になりました。原作を書いた私も思っても見なかったような方向から新しく登場人物の人間関係を見つめ直してくれた映画で、映像も美しく、登場人物演じている役者さんの全てがその役にはまって素晴らしく、私も大変感激して、前編見終わった時にもう心が躍りました。冒頭からとてもサスペンスフルで、最終的にはとても胸をつかれる恋愛物語になっています。ぜひ一人でも多くの方にこの素晴らしい映画カシャを見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。나사람좀찾아줘다음달에나랑결혼할여자야내휴게소에서갑자기얘가없어진거야형얘가선영이야강선영근데얘를찾다보니까아니 얘가선영이가아니래친구도없고가족도없고지문도없고너누구야엄마는사람을죽고보험금을탄딸이곧이어사라졌다는거살인사건일수도있다는얘기야불륜잖아살인죄아니잖아대화를맞잖아여기뭔데사경선절대포기하지않을거야